回はピンクパーティーハットの全ての場所を解説していきたいと思います。このハットの詳細についてはこちらの動画をご覧ください。このハットは出現した場所さえわかればどんなに遠くても2分以内で走っていけると思います。またケーキの半径20マスほどに近づくとネームタグが見えるようになります。10月9日午前10時に初めて出現してから10月10日午前7時までの22回出現した場所を多くの人の協力の上で今回調べてみたところ、22回のうち12回がすでに出現した場所にもう一度出現し、出現する場所は現時点で10個と判明しました。おそらくこれで全部だと思います。また9日の午前10時に出現した1と10日の午前10時に出現した1が同じでした。1時間後の9日の午前11時に出現した1と10日の午前11時に出現した1も同じだったので、同じ時間だと毎日同じ場所に出現する可能性が高く、24時間後に同じ場所に出現する可能性が高いです。なので出現するのはランダムではなく、1日に出現する場所と時間はすでに決まっている可能性が高いです。わかりづらいかもしれませんが、大まかな位置がわかる画像を作ってみました。これから4つのルートで10個の出現場所を出現時間と一緒に紹介していこうと思います。1つ目のルート、2つ目のルート、
つ目のルート。以上で10個の出現場所のご紹介を終わります。このピンクパーティーハットは、10月17日、午前9時まで1時間おきに出現します。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。